あ、こんにちは、ナオリンです。今日紹介するのはこのマグカップ、ちょっと小さめのマグカップとプレートなんですけれども、これも、まあ、2、3年前にいただいて、そのまま屋根裏の方にしまい込んでしまったもので、今回整理するのにこう見つけてきました。でこれ、メーカーなんですけれども、これアラビアっていうところ、ここに書いてありますね。ここ見えるかな、ロゴがあるんですけど、アラビアっていう会社なんです。これはフィンランドの会社で、ですね、結構古い会社なんですよ。ネットで調べたら1873年にできた北欧フィンランドの会社で、シンプルでモダンなこう感じで、機能性とかデザインとかですね、まあ、品質の高さに定評があるって言われてる、会社のものです。でこの会社で非常に人気があるのが、ムーミンのキャラクターを再現したシリーズがあるんですけど、その辺は非常に人気があるものです。今回のはこうムーミンじゃなくて、なんていうんですか、ヤマネっていうのかな、ネズミっぽいこうキャラクターのものですね、はい、こんな感じ、これ未使用なんですけれども、まあ箱の方は非常にちょっと古いんですけどね、こんな感じで かわいい箱には入ってるんですけど、ちょっと古いんでこんな感じで入ってました。はい、まあ送る時にはこの箱で送りますけどね、こんな感じで、ちょっと古すぎるんで箱の方はあまり価値がないんだと思うんですけど、それとまあプレートですね、これ何センチかな、こんな感じですね、20センチ弱くらいかな、ちょっと測ってみようかな、メジャーで測ってみますね。よいしょ。メジャーでちょっと測るとですね、こう見えるかな。こんな感じで。一番外側がだいたい18.5センチ、185mm ってことになりますね。はい。で。マグカップの方がこう 70mm ですね、 70mm、 高さがやっぱ 75mm ぐらいですかね。で柄の方はもう一回見せますと、こんな感じで見えるかな、こうネズミさんというかヤマネなのかな、フィンランドですからね、その辺のキャラクターなのかな、なんかのこうキャラクターなのかもしれないんですけど、私ちょっとよくわかんないです。こっちにもこう見えるかな、ちょっとこんな感じですね、アリババって書いてあります、でこれもこんな感じ、この辺ブログの方にこう写真撮って載せますんで、そちらの方も確認してください。ほい、こんな感じですね、結構こうしっかりした厚手のプレートですね、子供とかなんか喜ぶんじゃないかなと思うんですけど、はい、以上です。これもオークションの方に出品しますんで、そちらから購入してくれるとありがたいです。まあチャンネル登録の方もお願いします。あと詳細の下の詳細のところに URL が載ってますんで、そこからアクセスしてもらうことができますんで、よろしくお願いします。どうも ありがとうございました。失礼します。